映画史下町探偵団の姉さんです。今日はね、これ名前なんつんだっけ、中門か、門前仲町の無段階に来てるのだ。てかまあここが目的地じゃないんだけど、実はね以前も喋ったかと思うんだけど、あ、広野さんだ、こんにちは。深川公園って東京都で一番最初にできた公園なのね。で、まあ同時にできたのが3つあるから単独一番最初じゃないんだけど、でその深川公園が今年でちょうど150周年になるのよ。ということで150周年記念でちょっとしたイベントをやろう的なことになってるのだ。ということで、ここはもうな関連あるって言うと、まあ、ここでも何かやるだろうし、ここがひょっとしたら結構そのイベントの中心的な、存在になりそうな感じもするんで、ここを皮切りにちょっと今日は深川公園を歩いてみようと思うのだ。はい、ここから深川公園です。深川公園ね、前も話したかもしれないけど、ちょっとね長方形じゃないの、いびつな形してるので、その中でまあなんでこんな形になったのかも含めていろいろ歴史のある公園です。ちなみにさっき初めて聞いたんだけど、本当区立なんだって深川公園って。でもその頃できた公園は、だから最初にできた公園がいくつかあるってさっき言ったと思うんだけど、他は都立なんだけど深川公園だけね区立らしいよ。よくわかんないけど。でね、あ、150周年ってことでちょっとね、まあいろいろイベントはやるんだろうけど、多分ここら辺に梅の木を植樹します。横で今日はね2人で回ってんだけど、連れの尾形さんが間違ってたらごめんって言ってます。深川公園ってちゃんと遊具があるんだね。遊具の施設は、まあ、あんまり用事ないんで来ないけど、まあ遊具というか子供取るとろくなことないんであんまり取らない。あ、これ藤の木？藤じゃん。藤ってこんな風になる？まあ季節的にも藤の季節は終わってるからね。街を歩いてて思うんだけど、花の名前を土木家の人とかいろんなとこ書いておいてくれるととっても楽しいし勉強になる。それこそそれこそ区長に言ってもらいたい。あんなもん土木家がちょっと頑張って仕事すればどうにかなりそうな気はするんだけど。ここにも書いてある通り、東京、まあその頃まだ府だね、府に5つの公園が誕生しました。その一つが深川公園です。でなんか飛鳥山とかさ、いろいろあるらしいんだけど、江東区だけは上野公園もね、深川公園だけ区立になっちゃったと。明治6年から数えるとちょうど今年が150年、とりあえずね今日はその、150周年イベントに向けていろんなことをやろうと思ってんで、そのネタ探しみたいな感じです。これかっこいいよね。なんだっけ、石造りの灯明台。灯明台ってことはここに火が灯るってこと？あ、そうか、当時は富岡八幡宮と永泰寺は一緒だったから永泰寺跡ってなってんだね。
これ渋沢栄一さん、戦争の時の戦車用の石碑、本当だ、渋沢栄一って書いてある。渋沢栄一が書いた、あ、本当だ、金書って書いてあるね。こういうのそこら中にあるけど、なんか作るの大変そうだね。こっからね、深川不動なんだけど、深川不動の一帯エリア敷地とか富岡八幡宮の敷地も深川公園なんだって。まあ厳密にはお不動様も八幡様もそれぞれ敷地があって別物なんだけど、ちょっとね、歴史上ここ複雑だしね、陸続きでまあ一緒っちゃ一緒みたいなもんだから、今回は一緒っていう認識で進めちゃいます。これみんな凡事だよね。今日はいい天気で良かったよ。昨日雨降ってたからね。雨降ってたら来なかったね。ご不動様おみくじ販売所も結構大きいね。あ、ここもこう炊けるんだ。へー、できる狐。なるほど。なんかダラ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 歩いてる感じするけど、深川公園を紹介してます。こっち側はどこまで公園なんですかね。でも多分そうか、うん、なんか一応どっかに地図あったよね。あ、これでもわかるか。そう、いびつな形してんだよね。ここも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 公園なの。変わった形してるでしょ。で、現在地はここだから、ここは厳密には公園じゃないの。緑じゃないもんね、この地図上はね。じゃあ公園じゃないのかな。だけど八幡様まで公園って聞いたから、公園なのかな。多分さ、明治になってさ、お寺とさ神社を別々にしなきゃいけないっていう私があったわけよ。で、まあここだと永代寺と富岡八幡宮が最初一緒だったんだけど、別々になっちゃった。やっぱ公園なんだね。遊具は必須なのかね。こっちにも遊具がある。深川不動のちょっと東側の空き地、ここも深川公園です。なんかね、本当にさっき地図見せたけどね、飛び地が多くてね、どっからどこまでって言い方が難しいよね。あ、これも一応遊具なんだね。真ん前がもう深川不動ね、うん、ここの遊具はどっちかっていうと大人用な健康的なの目的が多いっぽいね。これ青竹踏みでしょ。こっちはぶら下がり健康なんとかでしょ、うん、これもこの上でなんか上下左右に体を傾けて的な脱じゃない。
通り渡って富岡八幡宮行きます。地図を見ると違うようにも見えるし、あやふや、なんかあやふやなんだ全体に多分飛び地だし。横の鳥居から入ります。大鳥神社のとこだね。ここら辺もなんかあれだね、何も考えずに歩くと森林浴って感じでいいね。でもまあ歴史的にはここら辺まで公園だったって言われるとそんな感じはするよね。公園ができたのは明治になってからでしょ。だけどお寺と神社はもっと前からあるから、そこの敷地を国とか都に公園用に提供したって言われればわからなくはない。まあこんな感じで一番東の端が多分この富岡八幡宮だと思うのか。ということで、多分今年の秋ですね、秋深川公園150周年記念イベントをやります。まあ、わしがやるわけじゃなくて、わしはそのスタッフなんだけど、なのでまあ告知かな、そんなのあるからなんか門前仲町来てね的な感じで紹介をおしまいでいいかな。うん、ということで今日のところはここまで。これでいいのだ。